ベイルの町で奴隷商を営んでおりますアランと申します。以後お見知りおきを。奴隷の売買を生業にしているとさぞ荒稼ぎをしていると思われがちですが、実はそうでもございません。仕入れにはそれなりの元手が必要ですし、売り物とするまでには様々な教育を施す必要がございます。その間衣食住の面倒を見てやらなければなりませんし、不幸にも売れる前に死んでしまう者もおります。そうして手間も金もかけた奴隷が今日も一人売れていきました。老人族の生娘でして、きちんと元が取れるように価格を設定していたはずなのですが、はて、どうして私はあんなに値引きをしてしまったのでしょう。不思議でございます。次回決勝お楽しみに。